数学科って数学もさだらけっぽくて怖いです。工学部と迷ってます。数学偏差値は60ぐらいです。どうしよういや数学 で、まあ数学もさ、実際多いと思うんですけど、実際問題ないと思いますよ。だって、別に数学偏差値60ぐらいの人でも数学科行ってると思いますし、あの、数学科っていうか、大学で学ぶ数学って、ちょっと高校受験、うん大、高校で学ぶ数学と性質が結構違うんですよね。割と、まあ、えー、概念的なものに近づい、えー、近寄っていくというか、それが、果たして、じゃあ、 校で学ぶ数学がめちゃめちゃできれば大学で学ぶ数学ができるかって言われると結構相関はあるんですけど必ずしもまあえ関係ないというか、まあ、数学がもし好きなんだったら全然数学科でもいいと思いますただ数学が嫌いならやめた方がいいと思いますだって数学科だからね、うん